皆さんこんにちは。今釣りランキングイベントが来てるので、今回は釣りを解説しようと思います。この釣りのランキングイベント自体は14日までなんで、でこの動画撮ってる時点では8月5日なんで11日間くらいかな、12日くらいですね。で俺前にも釣りの解説動画作ったんですけど、作ったのって YouTube 始めたばっかの頃でマジで情報古くて、もう説明もガバガバなんで、まあいずれ新しくまた作ろうと思ってたんで、まあいい機会だと思ってちょっと釣りの解説します。まあこの釣り大会イベントは左上メニュー右下イベント一覧で釣り大会のバナーがあるので OK をします。すると釣り会場へ案内する人の前に来るんで、まあこれ船に乗りますかってあるんで OK をして、でこの釣り大会釣れるとこ来るんですけど、まあこのね始まりの町天井門広場の西田さんから行ける、まあ常設イベントのいつも通りの釣り場からでも別にあの釣ったやつがランキング対象になるみたいなんで、釣った魚がまあそこでもいいんですけど、まあこっちのこの釣り大会の釣り場で釣る方が多分あのいいスコア出ると思うんで、あの釣った魚が大きければ大きいほどなんかスコアが高くなるので、でここのマップの左上ですね、ここに夜マップ案内人っていうのがいるので、この人に話しかければ夜マップへ行けます。でまあ夜マップの方が魚が結構強くて、まあ釣るの大変なんですけど、この釣り推奨レベルっていうのがこっちの方が高いんですよね。釣りは戦闘を介さず強くなれることで有名です。一層のチュートリアルが終わるとイベントできるようになるんですけど、メニュークエスト完了クエストって押すと、まあ終わったクエスト出てくるんですけど、ここの一層クエストの最初から6つ目ですね、この不屈の牙ってやつをクリアすると、このストーリーのやつクリアするとできるようになるんで、魚釣ってる時はほんと自分の攻撃力とかもうそういうステータス強さとか関係ないんで、で釣った魚と欲しいアイテムを交換できるんで、でそれで強くなれるって感じですね。この釣りのランキングイベントって今この SAO で唯一のソロランですね。ソロランキングイベントできるやつが、昔はソロランとかあったらしいんですよ、普通になんかタイムかなんか競うやつかな、わかんないけど、でも今はもう釣りしかなくてまあ釣りはもう普通の攻撃力とかそのステータス関係ないですよね。釣りステータスってあるんですけど、まあいくらフロアボス周回したところで関係ない、まあ運ゲーみたいな感じなんですけど、まあ逆に言えば弱い人でも参加できるっていうメリットがあるのかなと、まあ誰にでもチャンスがある感じですね。でまあその釣りを解説する前に、その釣りの目的、まあさっき言ったようにこういう釣り大会で、まあ、上位を目指すと。メニューコミュニティランキングって進むと、これ釣り大会のランキングが見れるんですけど、これで上位に入るとランキング報酬っていうのがもらえるんですよ。なんかこれ見たことないですね俺。希少アクアワームとか希少な釣り餌が手に入るようですね。あでもこれあれか、アルカナジェムは報酬にないのか、ランキング報酬に。まあでも1位取ればこのメモリア小石台が30個と大瓶20個なんで、熟練度スキル終わってない人はすごくいいですね、1位取れたら。まあ、2位から20位でもまあ3個もらえるんで、大瓶が。この希少な餌っていうのがすごい気になりますね、どんな魚が釣れるのか、どういう風に釣れるのか。まあ釣り大会がない時は左上メニュー上から2番目アイテム、一番下強化交換で限定アイテム交換で、まあどっかにこの釣り交換所ってあるんで、釣った魚とこれ好きなアイテム交換できるんで、まあだいたいこういう瓶とか交換して熟練度スキル上げていくっていうのが、まあだいたい釣りの目的にすることが多いですね。あとはまあ純粋に釣りを楽しむためみたいなのもまあ一つの目的というか、まあ個人で開催する釣り大会とか、もうなんか勝手にこの日にやりますっつってツイッターで呼びかけてやるやつとかもあるんで、なんか優勝した人はなんかアップル残高いくら分とか用意する人もいるんで、でまず釣りを始めたばっかの人は釣り竿を手に入れましょう。釣りするんだったら釣り竿と釣り餌どっちもないと釣りできないようになってるので、まずは釣り竿、
で一番最初何も持ってない時ってこの西田さんの釣り竿みたいなの持ってるんですけど、マジで弱くてマジでゴミなので捨てた方がいいですみたいなこと前言ってたんですけど、まあこれ捨てちゃうと二度と手に入んないんで、スクショとか好きな人はその西田さんの釣り竿のスクショとか、まあ、撮ることあるか知らんけど、まあ何かしらねこれからね、まあ、必要になることになるか知らんけど、何かしら実装されて何かね変わるかもしれない、どうなんだろうね知らんけど、まあまずその西田さんの釣り竿っていうのは最初持ってるんですけど弱すぎて、普通にブグ店で購入したやつの方がいいんですよ。さっきと同じようにメニューアイテム強化交換、メニューアイテムって言ったら、まあ、強化交換って出るんでアイテムって覚えとけばいいと思います。でここでブグ店購入っていくと、まあ、ここ左に釣りってあるんで一番下のタブに、でベースロットってあるんでここをプラスボタンを押して、あプラス、あこれ1個しか持てないのか、俺持ってるから買えないのかな、ちょっとベースロット売るか、でベースロット、あ売ったら買えるんだね、1つしか持てないようです。でベースロット買ったら、と釣り餌、そうだ釣り餌、こっちの釣り餌もね釣る分何個か買って、ここで一緒に購入しちゃいましょう。でそしたらこの釣り場、こういうところを釣り場行くと、右下の通常攻撃ボタンのところが魚ボタンに変わるんで、これ魚のマークになってますよね。でこれ魚ボタンを押して、でこれからこの右下のこの、まあなんかキャストとか名前変わるんですけど、この通常攻撃ボタンだったところが、もう分かりやすくするためにここ全部魚ボタンって言います。で魚ボタン押すとこの画面になるんですけど、一番左上になんとかロットってあると思うんですけど、まあ、ここが、まあ、最初は何も装備されてないと思うんですけど、まあ、なんか装備されてんのか、西田さんの釣り竿とか、まあ、ここにさっき買ったベースロット、これ左上押して選択して右下決定をして、まあ、ベースロットに変えます。でこの下の、まあ、上はここロットチェンジって書いてあるんですけど、下バイトチェンジ、これ餌ですね、餌を変えるっていうことで、まあ、買ったやつこれ選んで決定をします。するとこれ右下の魚ボタンでこれ釣りを始め決めることができます。この使う釣り餌によって釣れる魚が変わります。初心者用はこれアクアワームです、弱い魚が釣れます。でいい魚ばっか欲しいんだったらエジフィッシュですね、あのさっきの熟練度スキル上げるアイテム、小瓶とか中瓶とか大瓶欲しいんだったら、これの種類によって使い分けが大事です。アクアワームなら小瓶欲しい場合アクアワームおすすめで、中瓶大瓶欲しいならエジフィッシュおすすめで、いろんなの釣れるやつならコロギアワームおすすめで、まあイベントとかなんかメインクエスト、サブクエストとか初回報酬で高級な釣り餌っていうのがあるんですけど、これ高級って書いてあるだけでテキストあんまり変わってないように見えるんですけど、実はこれはスコアが高い魚が釣れやすくなります。高級だとでかい魚ですねが実は釣れやすくなるだけで、釣れる種類とかはそんな変わんないそうです。だから普通にこの高級の餌じゃなくても、まあ、釣ったやつで、まあ、ただ出やすいってだけなんで、高級はそういう大きいやつが普通の餌で釣ったやつなんですけど、それが高級の餌で釣ったやつより今スコア高くて、この、まあ、5万9000っていうスコアはその普通の釣り餌のやつで釣ったやつなんで、まあこれ釣り大会イベントですけど、まあ、普通のいつも通りの釣りだったらこの下の方にイベント一覧の下の方にあの釣りマップへっていうバナーがあるんで、今釣り大会中なのでないんですけど、まあ、それで普通に常設マップの22層だっけな、あの敵モンスターがいない安全エリアっていうかイベントエリアなんですけど、まあ、そこで釣りができます。でまず釣りの開始なんですけど、ここで釣り竿と釣り餌をセットして、で右下の魚ボタン1回押します。すると釣りが始まるんですけど、これヒットした瞬間すぐ通常ボタン連打しちゃって大丈夫です。でそしたら上下にこの魚のバーが動くので、これでこの緑の範囲に合わせてこうやってタイミングよく押していきます。すると魚の体力がこうやって減っていくので、で魚の体力を削り切られる前に自分の体力がなくなったら魚に逃げられてしまいます。この怒りマークみたいなやつ、これ3つが自分の体力で、でこれ時間内にこれ押さないとさっきみたいにタイムアップつって1回分逃げられやすくなると。でこれでまあ少しずつ魚、まあ、お水バシャバシャゲーって言ってるんですけど、少しずつ魚の体力を減らしてって、まあ、魚の体力をゼロにすれば釣り上げられるって感じですね。でこの釣った時に最初、ま
まあ、これ最初の合わせっていうんですけど、最初は連打していいんですけど、この上下になるとこの最初のこれエスケープ率って最初さっき 7.6 とかになってたんですけど、それを初期エスケープ率って呼んでるんですけど、だいたいそのエスケープ率でどんな魚かだいたい種類絞れるって言われています。だから初期エスケープ率が結構高い魚はなんか大きいのかなっていう印象ですね。大きい魚っていうか、まあ、レアな魚みたいな感じですね。で、釣りしていくと釣りレベルっていうのがだんだん上がってって、魚釣った時に釣り経験値っていうのが入るんですよ。 FEXP っていうのが入るんですよ。フィッシングエクスペリエンスかな、魚経験値入るんで、でそれがどんどん溜まっていったら、この左上のゲージが満タンになったら釣りレベルが1上がるってことです。ここ FEXP55 獲得ってここにあると思うんで、まあ、これはメニューシステム設定、詳細設定、チャットシステムログの出力をここオンにして変更 OK ってやると、ここにあのセイチャットですね、セイチャットにこれドロップログ出るんで、で釣りレベルが上がるとこのパワーテクニックコントロールっていうのが上がっていきます。パワーは魚に与えるダメージ、テクニックはこのパーフェクト、さっきの釣りのバーが上下に動くときに緑の範囲があったと思うんですけど、そこの緑の範囲の真ん中が、まあ、クリティカルで魚にダメージ与えるゾーンなんですけど、そこに合わせた時にね、そこがパーフェクト時ってやつですね。これの時のダメージ量が上がるっていうのがテクニックで、あとはその魚の上下のバーが遅くなるのがこのコントロール、あとそのエスケープ率も関係するっていうから、多分逃げにくくなるのかな魚が。あと釣りレベルを上げるよりもっと釣りステータスを上げる方法があって、まあ一番釣りステータス上げるのにいいんですけど、メニューアイテム強化交換生産って言って、でアイテムで、この魚絞り込みボタンあるんで、この魚のやつを押すとなんとかロットって出るんですよ。パワフルロットとかテクニカルコントロールロットとか出るんですけど、この丈夫な若竹とか、まあ、こういう竹みたいなやつはあの釣った魚をイベントアイテムと交換できるんですけど、そのこういうやつとね交換してって、で素材が溜まったらこれコル、ヒヨコル使って生産できるってやつなんですけど、この一番いい釣り竿はこのコアメタルっていう、あの14層以上61層以下のフローボスから稀に出るやつが素材にもなってるんで、まあ、これはね、まあ、釣りでも交換できるし、武功の勲章っていうイベントアイテムでも交換できるんですけど、まあ、今回の釣り大会イベントの報酬、交換アイテム報酬にもあったんですけど、まあ、こういう強い釣り竿にしていくと釣りステータスがこういう風にめっちゃ上がっていくと。で注意点なんですけど、これ釣りレベル、装備可能釣りレベルがあるんで、このパワフルロットだったら装備可能釣りレベルが5で、ハイパワフルロットなら10って、これどんどん上がってくんで、いい釣り竿になるにつれて。だからまずは釣りレベルを、まあ、20に上げるのがいいんですけど、まあ序盤の釣りレベリングちょっと説明すると、まあ、あくまでちょっと俺の考え方なんですけど、序盤ってめっちゃ大きい魚いきなり来ると全然釣れなくて、もう釣り竿が弱すぎて、でなんか逃げられることって多いですよ、釣りのこっちの体力が足りなくて。まあ、だからまずはこの汎用アクアワームですね、一番あの小さい魚が釣りやすいやつでやってって、ででかい魚来たら逃げる。これ釣りやってる時に右上に中断ってあるんで、中断すると逃げられるんですけど、魚ヒットした後に中断すると餌を1個失うんですけど、まあ、それでもすげえ時間かけて釣ろうとして逃げられるより、先にも逃げた方が時間の節約になるんで、でこれ最初魚がヒットする時にあのびっくりボタンが出るんですよ。びっくりマーク、これヒットって出るじゃないですか。このびっくりマークがいくつかでこの魚の大きさが変わるんで、この最初のこのヒットした時にあのびっくりボタン1つ以外は全部逃がすとか、まあそういう感じで釣りレベリングするのもいいのかなって感じです。まあコルはかかるんですけど、餌が1個250コルなんで。ただまあ序盤は少ない魚経験値でもレベルが上がるんで、あのびっくりマーク1つの魚釣っても結構レベルが上がるんですよね。でやっぱりそのびっくりマーク2つとか3つの魚釣れないんですよ。
で釣れないとマジでなえるんですよ。でモチベーション下がるんで、まあ餌が減るっていうデメリットはあるんですけど、まあ序盤では結構効率いいんじゃないかなって思います。まあ強いやつは逃がす、まあ、もちろん逃がさず釣れるんだったら全然いいんですけど、まあそういう逃がすっていう選択肢は、まあちょっと釣りが上手くなってきてからもなんかそう使うことがあって、まあいい釣り竿にしたら、まあさっきと同様にこのベースロッドのところをして、でこれテクニカルなんとかロッドとか、まあいいやつに変えられるんで、でこれやった時に本当コルガイある人とか余裕ある人向けなんですけど、まあ強い人とかね、これ魚ヒット時になんか例えばそのびっくりマークが1つ2つ3つのどれかなんですけど、1つのやつとか弱いやつ来たら2つとかね来て、このエスケープ率低いのとか来たら、まあ、中断して、まあ、逃がしていいやつだけ釣るみたいな、まあ、最初に言ったと思う、最初っていうかさっき言ったと思うんですけど、釣り餌によってなんか出る熟練度スキル上げる瓶ってやつ、小瓶中瓶大瓶って大体釣れる魚決まってるんですけど、まあ、たまにねあの中瓶大瓶釣れるエジフィッシュでも小瓶のね魚とか来ることもあるんですけど、全然まあどの釣り餌にも他の魚釣れる可能性は全然あるんですけど、自分の欲しい瓶と交換できない魚は逃がすみたいな、まあそういう選択肢もあったりします。だから俺だったらその中瓶とか大瓶が欲しいんで、あのびっくりマーク一つのやつ逃がすとか、この釣り大会で言えばスコアが高い魚ばっかり欲しいので、あのびっくりマーク3つのやつしか釣らないとか、エスケープ率が高いやつしか釣らないとか、まあ、そういう選択肢もあるよっていう話ですね。で釣り竿の選び方なんですけど、こういう釣り大会イベントってなんかやっぱでっかい魚ほど、まあ、魚の動くバー、上下に動くバーがめちゃくちゃ速かったりするんで、まあ俺はですけどそのなんとかテクニカルロッドってやつはちょっとあの上下に動くバーが速すぎて、そうでかい魚が来た時に、まあこういうパワフル系のロッドか、まあ、コントロール系のロッドがいいと思うんですけど、俺はパワフル系のロッドで、でかい魚以外は逃がすみたいな感じで釣ってるんですけど、まあそういう釣り竿の選び方ですね、ちょっと見ていきます。メニュー、アイテム、強化交換、生産でアイテムで魚の絞り込みマークを押して釣り竿が出てくるんですけど、でこのパワフルかテクニカルか、まあ、コントロールかっていうところなんですけど、パワフル系のロッドはもう万人向けですね、まあ、とにかくその魚が上下に動く場がその緑の範囲にヒットさえできれば魚の体力をまあそこそこ削れるっていう感じで、パワフル系は結構万人向けかなって感じがします。まあ、さっき言った通りテクニカルよりコントロールの値が結構高いので魚のバーが少し遅くなるっていうのはあります。本当にこのテクニカル系は得意な人向けですね。マジで上下に動くバーがマジで速いので、コントロール一番いい釣り竿でも3しかないんで、まあ、その分あのクリティカルにヒットさせると一番魚の体力が削れます。でコントロール系は魚の上下に動くバーが一番遅くなるので釣りが苦手な人はコントロール系がいいと思います。これは本当好みですね。俺は普段はこのスーペリアテクニカルロッドの方か、こっちテクニカル系のロッド使ってるんで、ただやっぱり大物夜マップとかで大物狙うときはまあこういうパワフルロッドでちょっとコントロールが高いやつとか、まあ俺はそのコントロール系のロッドは使わないんですけど、コントロールがいいっていう人もいっぱいいるので、まあそこは使ってみてって感じだと思うんですけど、あとはこのスーペリアなんとかロッドって、まあさっき言ったようにそのコアメタル使うんで、これを作るかどうかっていうのが結構問題っていうか、まああんまり釣りしない人はその釣りレベル上げるのも大変だし、まあこの上質ななんとか竹とか高級な竹とか、まあ、コアメタルとか集めるの大変っていう人も結構いて、このコアメタルってなんとかインテグラル武器を進化させるのに必要なんですよ、まあ、だからこれ釣り竿に使うか悩むって人もいるんですけど、まあもうこれなんとかインテグラル武器ってこのゲーム最強の武器なんですけど、一番装備レベル高いやつがね、なんですけど今コアメタル超ってやつも出て、まあ、どんどん上の武器にしていくとそのコアメタルっていうのがマジいらなくなってくるんで、まあ、俺は使っていいと思うんですけど、まあ、もったいないなって思う人もいるんで、でもやっぱりその釣りでこのコアメタル取れるんですよ、交換報酬で。だから、まあ、毎月取るんだったらこれ作った方がいいです、このスーペリアなんとかロッドって。
やっぱり特に無課金は瓶が必要なんで、結局このゲームでブグとか作ってもいずれ新しくするんで、そんだったらそのずっと変わらない熟練度スキル上げる方がいいって思う派なんで俺は、まあ、そう考えると、まあ、熟練度スキル上げるのいいのかなってことでコアメタル使ってもいいのかなって、まあ、こんな俺使わないで余ってるんで、結局そのコアメタルで進化する前に次のグレードっていうか上の一つ上のなんとかインテグラル作っちゃうっていうのも結構あるんで、まあ、フロアボスめちゃくちゃ周回するって人はコアメタル案外出たりするんで、まあ、でもそれでもやっぱ1000回に1回とかなんかな、出るか出ないかみたいな、まあ、そこはまあ、好みですね。でもいずれ作ると思いますよ、スーペリアなんとかロッドは。あと釣りしていくと、まあこの常設の釣りの方なんですけど、これ交換可能釣りセット毎月1日って書いてあるんですよ、午前4時。これ毎月リセットされるんで、例えばこのバイオレットピラーニャって持ってる分これ交換するじゃないですか。で交換するとここ交換可能数が20だったやつが16になるんですけど、これ全部交換すると交換可能数0になるんですよ。でも月の初めのこの1日の午前4時になると交換可能数が20個にまたリセットされるんで、この月の初めまでに魚で交換アイテム取っておかないとまたリセットされちゃってもったいないので、もう月末とかもうすぐリセットされるやばいっつって速攻でこういう目当ての魚だけ釣りに行くっていう人もいますね。ただこの小瓶ですね、小瓶の交換はこれ交換可能数99って、他の魚も99って結構多いので、まあ、ここはもう多いから気にしなくていいですね。多分取りきれないっていう人は多いと思うんで、まあ、月終わりまでに取っておくのがいいよって話です。あとはね、たまにね魚以外でもね釣れるものがあって、なんか最近釣れたんですけど、こういうねコアメタルが釣れることもあるんですよ。まあ初期エスケープ率がめっちゃ低かったりするんですけど、まあそういうの釣れたり、まあこういうアルカナジム交換券っていうのも釣れることがあるんですよ。俺釣れたことないんですけど、まあ1回釣れたとしても10ジェムしかもらえないんで、まああとはメモリア小石とかクチタなんとかっていうのも出るんですけど、まあそういうオンボロイブグはブグ継承っていうのに使える大事なアイテムなんで、まあ捨てない方がいいっていうことですね。まあ釣り解説はそれくらいなんですけど、いつもこの釣り大会イベントのお知らせって、この新規の魚、このユーザー公募で採用された魚が登場って書いてあるじゃないですか。これその SAOIF 運営公式ツイッターがその魚のイラスト募集して、でそれで採用された魚、これ新規の魚として出るんですけど、まあこの釣り大会イベントの時はこの何月何日にこの釣った魚削除されますってあるんですけど、まあイベントアイテムなんで、まあただ多分そのうちこれ常設扱いになるんで、この魚たちそのうちね、まあそうなったらいつも釣れるんですけど、この魚いつもお知らせにこの魚によってはかかりやすい餌がありますってここ書いてあるんですけど、いつもだったらどの魚がどの餌で釣れやすいっていうのがいつもあるんですけど、今回はないから、まあいろいろ試してみてって感じだと思うんですけど、まあ俺はなんとなくですけど、アクアワーム、汎用アクアワームでこのマーメイドアムールベア一番左のやつが釣りやすい感じがしました。あとエジフィッシュだとスカルデビレイとスリーライフスネーク、雪のと姫はどうだろう、コロギアワームかな、なんかね雪のと姫、エジフィッシュかコロギアなんですよね、この3つ、スリーライフスネークと雪の乙姫とスカルデビレイ。スカルデビレイはエジフィッシュかな、まあなんかちょっとわかんないで、みんな自分でちょっと調べてみてください。まあそのうちツイッターとかでこれだと釣りやすいよっていう人もたまに出てくるので、まあそういうのをチェックしてみるのもいいんじゃないかと思います。ちょっと動画編集してる時に言い忘れたことに気づいたので、まあちょっと補足って感じで今撮ってるんですけど、いつも釣りする場合ですね、常設イベントの常設マップの方ですね、まあ今の時点ではこの主を釣る意志は固くっていうバナーからいけるんですけど、まあこの始まりの街のこのマップの左上のところですね、ここの西田さんからまあ話しかけていくっていうのを選べばいけるんですけど、まあとりあえずこのイベント一覧のこのバナーからちょっと行ってみますね。ですると、この釣りの常設マップに来るんですけど、ここが一番釣り推奨レベルが低くて弱い魚が釣れるので、ここでレベリングするのがいいです。釣りのレベリング。最初はね。で、夜マップ行くなら、ここに夜マップ案内人がいるので、真ん中の西田さんの横にいるので、この人に話しかけて、で、これ OK。
てやると夜マップへ行けます。で夜マップ行けばその夜でしか釣れない魚とか、まあ、昼なら昼でしか釣れない魚とかあるんですけど、まあ、夜マップ来ると、まあ、こういうところに来れるんですけど、またここ昼マップ案内人がいるのでこれ話しかけて OK すれば昼マップに戻れます。でここ静音かな、静音の湖畔でいいのかな、読み方わかんないですけど、まあ、このマップ安寧の林道っていうのがあるんですよ。まあ、ちょっとここ覚醒使うと移動速度上がるのでここで行っちゃうんですけど、まあ、この安寧の林道の方が釣り推奨レベルが少し高いんで、まあ、さっき釣りレベル10までだったのがここ11から15になってますよね。でまあちょっとこのバナーでさっきのところ戻って、でここまたちょっと夜マップ案内人ところから夜マップ行きます。で夜マップからもこの安寧の林道行けるので、この夜マップの安寧の林道も、まあ、ここのマップよりちょっと釣り推奨レベルが高いので、まあ、どのマップで一番その釣りランキングイベントでそのいい魚が釣れるかっていうのは、まあ、そこはもうねちょっと俺もみんなとライバルなのでソロランキングイベントなので、まあ、詳しくは教えられないですけど、まあ、多分みんな知ってるっていうか知ってる人多いと思うので、まあ、身近な人で知ってそうな人いたら聞いてもらって、まあ、っていうかまあそんな隠すことでもないか、まあでもなんとなく釣り推奨レベル高いところの方がでかいの釣れそうではありますけどね。まあこの22層の釣りマップの、まあ、この安寧の林道っていうのもあるよっていうのを伝えたかったので補足しました。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。